作ってほしいな。欲しいだけやねん。2の1市場よ。今似てない、同じやおやし、生地が違う。同じく南陽高校上田正剛君、おめでとうございます。それでは優勝しました久我君の栄誉をたたえ、鳥羽高校の藤川慶応です。学生の側は慶応中にご署名ください。それではトラック競技男子 5000m ウォーク決勝が行われます。今日の高校記録20分16秒00、大会記録は21分20秒30です。この決勝には別ナンバーカードをつけた10名の選手が出場しています。選手のご紹介はスタート後に申し上げます。それでは男子 5000m ウォーク決勝です。選手は個人別ナンバーカードをつけています。31番近藤君堀川、32番田中君最強、33番斉藤君田辺、34番森岡君桃山、35番安藤君最強、36番丸山君勝田、37番山田君堀川、38番黒野段君南丹、39番石浦君堀川、40番西川君常用、41番湯浅君洛南、42番野瀬君最強、43番城本君洛南、44番満腹君南陽、この10名の選手が出場しています。67の記録を出して、既に高校記録を更新しています。5月10日、国体一次選考会におきまして、13m60。この後14時から行われます跳躍競技、正面スタンド前で男子三段跳び決勝が行われます。午前中の予選通過記録は13m30でした。この13m30を超えた選手、予選1組2組合わせまして20名となりました。
この20名の選手によりましての決勝となります。でも一応会員の方の地位でございまして、出しちゃうよ、本屋の シビア、シビア、やばい、シビア、シビア。